皆さん、こんにちは。今日はグレードアップした剣の作り方をご紹介します。まずバルーンを60センチくらい膨らませて、揉んで柔らかくします。口巻きに人差し指を置いてそのまま奥に突っ込みます。外側から口巻きを掴んで突っ込んでいた指を引き抜きます。口巻きを掴んだままバルーンをひねります。指で くるくる回します。アップルツイストできました。バルーンを揉んで柔らかくして持つところをひねります。だいたい10センチぐらいでひねりました。指でくるくる回します。ひねったところを持ったままバルーンを揉んで柔らかくします。続けて、剣のつばの部分を作ります。 大体8センチぐらいでひねります。持ったまま3センチでひねります。玉ができます。指でくるくる回します。3センチの玉を全部で3つ作ります。2本揃えて、ちょっと引っ張りながらひねり合わせます。バルーンの膨らんでない部分がまだ数センチ残っています。バルーンを揉んで柔らかくして、 3センチでひねります。指でくるくる回します。折って玉をちょっと引っ張りながら、潰してひねります。潰しひねりです。もう一つつばを作ります。バルーンをもんで柔らかくして、左右対称の長さでひねります。指でくるくる回します。次に3センチでひねって玉を作ります。 先ほどと同じように全部で三つの玉を作ります。ひねったら、指でくるくる回します。二本揃えて、ちょっと引っ張りながらひねり合わせます。つぶしひねりのない方に、天の残りのバルーンを運びます。 バルーンを揉んで先端に空気を送って3センチでひねります。折って玉をつまんでちょっと引っ張りながらつぶしてひねります。はい、持つところと二つのつば歯の部分の形を整えたら、完成です。かっこいい剣、できました。 最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画でまたお会いしましょうね。